真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております、先生。何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せっ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。
何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。こんなに急いで。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。これはうちに伝わるラフなんだ。話したらご先祖様に祟られちゃう。米、引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってどこさ。じゃあもう一杯おくれよ。少しでも足しになるならよ。そうかなくちゃ。間違いねえ。賊が森の中にいるの。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら読みの下等家父の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。あっしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。逃げろ逃げろ逃げろ。もう守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ。助けてやってくれ。誰か私を無理しするつもりだ。押し返せ。腕に覚えのある奴はおるか。おらだ。槍さえ持てれば。なんてこった、やりやがった。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。
あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございません。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ、案ずることはございません。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。臆病者が。そいつを楽にしてやれ。喜んで。この向こう水な物の符は誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り刻んでやる、切り刻んでやる。負け犬が。うっ、ああ。
あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ひろき様。三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら銭を勘定。己を借り入れるすぎじゃ。今のうちじゃ。頭を引きちぎっちまえや。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。愛子殿が無事であればよいが。腕が。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるっても。切り裂く先を取るの挑戦。大観衆はいつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せい、まだ来るぞ。抑えろ、抑えろ。あわや切り殺されるところでした。頼む。この犬がかっきれ。赤子をどこへ連れてったんだい。狙え。用なしのゴキかぶりが。こんなに血が。本は放っておけ。壁やつらが退いておる。これは先生の行いか。
おとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。力を尽くせ。小僧。哀れな。何もできぬな。さあ、参れ。せい。修練も積んでおらぬ。何の修練も積んでおらぬ。力を尽くせ。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。
そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は、山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには、血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば、川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず、上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは、我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが。戦議の中、失礼いたします。されど、何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくだされ。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが。わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。先生の名を汚すようなことはしませぬ。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。